はい、こんばんは、森吉です。4月8日日曜日、今週は桜花賞が行われますので見解を打っていきたいと思います。はい、こちら枠順まで確定した上で予想しています。注目はですね、やはり1枠1番ラッキーライラック、4戦4勝で、タイムもですね、レース内容も非常にケチのつけようがない、勝負強い馬だなという感じなんですけども、断然1番人気というほどのですね、そこまでの実力差っていうのは実は、そんなに感じないのかなというふうな気が私はします。中には断然という方も当然多いんでしょうけども、あえてですね、そこまで抜けてるわけではないというふうに考えています。で、本命はですね、13番アーモンドアイ、1か8かなんですけども、これにしました。新山記念ですね、任した馬のその後がということはやっぱり言われてはいるんですけども、この馬自身ですね、最後の抜け出す時の足っていうのが、かなり素晴らしいと。国枝調教師もですね、アバパネ級というような評価をされているという報道をやはり見ましてですね、それも頷けるかなと。で、ロードカナロア3区もですね、非常にいいということを考えて、断然の1番人気、しかも1枠1番というのを考えるとですね、リスクがないわけではないと。ならばこの馬の末脚にかけてみたいというふうに思わせるだけのものがあるなという気がしますね。でルメール騎手というのもやはり、非常に頼もしいというところです。対抗はですね、その1番ラッキーライラックにしました。これは大崩れはないだろうなという感じがしますんで、あと乗り方一つかなと、いう気がします。特に私はどうこういうことはないと思います。で、3番手ですね、7番当選ブレス、これにしました。阪神ジュベナイルフィリーズもそうですし、フラワーカップもですね、ちょっととても届きそうもないところからかなりいい足を使っていると、これはもう展開一つでですね、突き抜ける可能性も当然高いと、これは絶対に抑えておかなければいけないなというふうに思います。あと9番のリリーノーブル、これはですね、ラッキーライラックとずっと好勝負を続けていると。で、この2頭を比較したときにですね、決定的な差っていうのは実はそこまで感じないなというふうに思ってます。で、17番のマウレアと、これは決闘的にですね、アユさんの妹ということで、筋が通っていると。で、この馬の場合はですね、武騎手前走で乗って、感触が掴んでるでしょうし、チューリップ賞ですね、最後の上がりなしはラッキーライラックと同じということを考えると、そこまでですね、何馬身も負けるということはないかなと。で、1番穴っぽいのはですね、10番アンバル、これですね、フィリーズレビュー4着ということでですね、ちょっと人気も当然下がってくるとは思うんですけども、藤岡騎手まず何よりも乗れていると、いうこともありますし、こういうのがですね、桜花賞3着あたりに来て、3連携がですね、荒れるといういかにもな馬かなというふうに思います。で、サクッとした感じになっちゃったんですけども、13番アーモンドアイ、これを信用したいというふうに思います。で、相手は馬連5通りという感じですね。アーモンドアイの場合は正直私的にもですね、ピンかパーという感じがしています。で、アーモンドアイがですね、盛大に飛んだとしても、ラッキーライラックがですね、ちぎって勝つっていう感じでは正直ないのかなと。リリーノーブルとかそのあたりとですね、大きな差っていうのは、ないかなというふうに思うんですけどね。なので、人気ほどラッキーライラック、盤石の体制という感じでもないというふうに考えておきたいなというふうに思います。私の桜花賞の見解については以上となります。